部屋着の自撮りにしようかな。今日はめっちゃレアだと思う。部屋着なんてもう1年以上着てないよね。最近部屋着見れてないから、部屋着 2.0 まだ、あのねまだっちゃまだっちゃまだっちゃまだかな。もうちょっと待ってね。おっとっとっと、うん、部屋着見たことない人も いっぱいいるでしょ。だってここ1年見せてないから。部屋着ね、今日お茶バッグくれた人は見せます。アーカイブとか切り抜きとかでしょ。部屋着、そう、エビフライオン抱いてるやつ、そう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 、あのドチャシコ、ドチャシコ？部屋着ね、うん、やめな。でもドチャシコじゃない？肌面積多い。いきなり含むね、やめて。はにゃ？うん、しこいのは否定しない。いや、あれの 2.0 出てみ？って何よ。てか、あれをね、1年以上出してないってことは、あれを出したら絶対エッチなイラストが増える自信があるんよ。祭りは。絶対増えるよね、2.0 お披露目とか言ってさ。あれ、パンツ履いてんの？ご想像にお任せするよ。うん。2.0 な、早くできないかね。いつなんだろうな。でも絶対来るよね。だって衣装もったいなくね。ん？パパ？パパいる？パパ、なんて言ってる？パパ健全だって。いや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 、あの部屋着作った時のことを思い出してよ。松井とさ、通話してさ、なんか、もうちょい布なくていいんじゃないとか言って、もっといける、もっといけるっつって。最悪ダメだったら、あの、運営さんから NG 来るからいけるよとか言って、やったじゃん、忘れたの？もっと切っちゃっていいんじゃないとか言って。いけるところに行こうよって。ノリノリだったじゃん。そうだよね。忘れてた？松井とね、パパは趣味が同じなんですよ。ロリコンなんで、パパも。祭りも、そう、血だね、そう、血だよ。